無知、無知持ってる。ごめんな、いっぱいやってる。ほら悪口しかないなって今。ナイスバディとプレイボーイってそっちもお前セクハラだからな、お前やめろお前で。よっしゃ、行くぜ。大丈夫、俺これ慣れるから、このマジュ、あ、びっくりした。メタルライダーか。メタルスライムだと思って、メタルスライムいるんだと思ってた。ビルダーズにはいたからね、メタルスライムだ。ほら、行くぜ。気持ちいいな、これ。やっぱね、この両手剣かっこいいから俺使っちゃうんだよな。気持ちいいね、これ。頭ぶん殴られてたな。そんな飛び出しない人いいじゃん。あー、おい、なんで、なんで、あ、メタルライダーか。うっと、いやー、これかっこいいな、やっぱ。両手の剣ってやっぱかっこいい。できればね、ちょっとこう、わがままを言うなら、よく、全然、めっちゃ慎重だった。わがまま言うなら、その、両手の剣がどっちも違う剣がいいから。あれみたいに。あれ、キングダムハーツのさ、ロックさせるっていうさ、約束のお守りと、過ぎ去りし思いを持って、知るかつってやりたい。知るかいやりたいから、そういう武器、希望みたいな。おじゃ、あー、こいつだ。まさか、メタルライダー。なれる、あ、なる。それ影のシーンが消えただろう。影のシーンはない。めっちゃ我慢、もうないな、ほとんど。次の戦いまで持ち越せるかな。なっちゃった。ウケ、ぽよー。いやー、なりたかったんだ、ずっと。うわー、いいな、これ。エクササイズボールじゃなくて、なんでバランスボールみたい。あ、すごい。あ、すげえ。早押し、超早押し。え、すげえ。すげえ、ウエスカーみたいになってる。ミラクルソード、あ、ミラクルソードってあれだ、あれと一緒、テリーと一緒、回復しまくるやつ。これだけ出したよ、せっかく遊んだら。ドラー百裂剣で、あ、変身持ったよ。さあ、あ、このまま先進めばいいか。よし、行くぞ。先へ進むにはここを通るしかないみたいな。あ、ほんま、びっくりした。え、降りれないの。何、バシャバシャバシャって100歩ほどだっつって2人だとやはり沈むなって。やるの、レスカリオンゲーム。あ、うわー、すげえ。そんなことできんの、ジェシカちゃん。今までで一番すげえんじゃねえか。カチコシだー。ね、すごいね、それは便利だな。今までなんかそんなとこなかったっけ、湖で行けないみたいな。滑るんかい。いや、そのさ、おい間抜けだよ、みんな。おい、滑らすなよ。滑らないような氷にしてくんない、ゼシカちゃん。文句言うわ、お前には。他の女の子には優しいけどさ。くそー、あれは何、え、怖っ。あー、すげえ早っ。クール、すぐいってきたね。何、はいはいはい。私にはもうギリギリ、いや、ちょ、俺分かってた、俺ごめん。俺分かってた、見ちゃったわ。俺見えちゃった。あー、はい。あ、まあ、いいですけど、はい。いいけど、俺分かっちゃった、ちょっと。分かっちゃったからさ、ちょっと、言っていいか、俺。なあ。もうちょっと、幽霊じゃん、こいつ。ほら、墓あるじゃん、墓。ここに、重くそ墓あるんだよね。行くか、じゃあ。よいしょ。うわ、なんだ。俺も使いたいな、雪のもう、じゃあ。行くぜ、ウルバリン。レッツゴー、パパッつって。よいしょ。いや、まずはね、こいつを倒して、俺はこいつのコインが欲しい。俺はこいつになって戦いたいんだ。この、打撃の猛者に。よし。出た、よーし。出たぜ。あ、慣れるんじゃなくて、あれか、サポートか。なにこれ、どういうこと、氷の樹木を見つけた。どういうこと、探そう。どういうこと、おっしゃ、ただの石ころだったかな、それ。あー、拾ったやつかな。行け、でかー。ボレモア、あの、好き強そうな名前。頑張れ、ボレモア。負けるな、ボレモア。使っちゃうか。行くぜ。ボレモアの出る幕はないぜ。出しといてな。ご主人いて。ご主人が一番張り切ってるじゃないですか。よし、行くぜ。フリーズブレイン。フリーズブレイン。これに、君もフリーズブレイン。よし。危ない危ない危ない。髪切りして、行け。行くぜ。バーニングバード超強い。すごいな、バーニングバード。いや、僕はね、そんなの興味ないんだよ。すげえ。こんなのさんだっけ、ビッグバードって。全然知らないのを思いしちゃった。いや、こんにちは。エドボン、つけつ。すげえ、やっぱ、みんな怖いって言うね、バーニングバード。ビッグバード。俺、出てこないんだな、ビッグバード。むしろ、ああいうドナルドとかさ、マクドナルドの、すごい好きなんだよね。道化的な。かけあたのたまらんぞーって。
吹きモンスターできるみんな戻ってきたぞー。どうせ幽霊だろお前って墓あるもんここに。絶対お前死人だよ、やめてくれよ。もうがやっぱりふわー音怖ビュンってそんなマッシブな音で消えてくの。はい、いやいや、トルネコもそんなにびっくりすることないだろ。あ、かっこいいククール、ちょっとククールかっこいいな。幽霊と分かってたってこと。あ、あんた、さっきの人が幽霊だって最初から気づいてたの。聞いてるようぜ、しかはこれでも修道院育ちだね。ククールちょっと見直したわ。ただのなんかキザなたらしじゃないんだ。え、ゼシカ、あ、ほらもう早っ、なびくの。ゼシカ、もうちょっとなびかけるじゃん。うわぁ、なんだろう。あ、かってこいよ、ほら。ぶっ飛ばしてやるぜ。行くぞ、ビッグバードいっぱい乗ろう、俺も。ねえ、ヘルマーって。どうしたんだいって。おら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 、これ超強いんだけど、ビッグバードで。ターニングバード。ターニングバード超強い。ずっと撃ってられる、もう。カッパイビセンと一緒よ。やめられない、止まらないわ。カチカチになってる大丈夫ですか。貸そうか、マフラーあるからさ、ちょうどここさ隠せるからマフラーあればカチカチになってない大丈夫真っ白なんですけど、なんか色気とかじゃないぞもはや、それ大丈夫かな。あっ、うわ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 、マジか、マジか、これ結構きついぞ、大丈夫か俺、これきついかもしれない、やばい。 OK、 でもあるぞ、いけ、サイラス、サイレス、そしてなんだっけ、リザードマン、よし、オッケー、これで味方はいっぱいだぜ。こっちもね、ゼシカがいるから全部で8人になるから、ほら強いわ、ほら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 。しかもこれ、ね、バーニングバードが効くんだ、この密集戦は。そしてちょっと待って、テリーにして、あいつキラーマシンだけちょっと固まらせよう。あのキラーマシンにね、電気攻撃を当てるとね固まるってのが分かったんですよ、ほらこうやって。ここを乗り切って、シャイン、行くぜ、蹴散らしてやる、うん、スーパーレーザー、ビーすげえ、イカホーだ、スーパーレーザーしまってろ、ビー超強いじゃん。え、スーパーレーザー超強い、やった、楽しかった今の、一瞬だけど、それだけはマジでやろう。でででででで、恐れないこと、恐れないこと、恐れないこと、よし、回復オッケー、で、なって回復の隙を消してもう一回回復して、したら新しく覚えた鎖鎌を使うと。おお、すげえすげえすげえ、かっこいいかっこいいかっこいい、柳流子みたいな、シュ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 ズバーン、破壊の敵消して、オッケー、もう一丁破壊の敵で、ドカーンでいけ、動きをお見せしましょう。おっしゃ、山頂行くぞ山頂行くぞーっつってこれ間抜けだけど、これ完全にここ山頂か。よっしゃ、フージもマックス、テリーもマックス、マリベルとネコは空っぽと。よし、オッケー。お、何クリアになっちゃうの。仕事終わりは実にすがすがしいですね。仕事なんだこれな、お前にとっては冒険じゃなくて。やだな、なんかそのビジネスライフに付き合ってると思われたら。お、来たよ、積もってるな、ククールも結構。はい、ゼシカとククールね、ありがとう。ちなみにちゃんと関係なんだ、踏み込むねお前。あ、友達と恋、あ、でもちゃんとククールもなんか私のハニーだよとかじゃなくて恋人未満って言ってるんだ、偉いな。でも腐れ、いや、いいじゃん、友達以上恋人未満ならいいだろうですよ、ゼシカよ。それ以上多分いかないから、そう、ククールはね、女性みんなに優しくするぜって人でしょ。俺そういう人かっこいいと思うぞ。はい、いや、大所帯になったね、かなりね、結構な量ですよ、これは。はい、山頂ですよ、多分、わかんないけど変わったものは見当たらないぜ。いいね、構えがいいよ、ククール、その普段のね、皆さん、これちゃんとこう、男らしい、ちょっとスタイリッシュな動きしたのいいね。あ、扉がありますね、ガボボ。どうした、この奥から不思議な匂いがすんぞ。便利だろ、お前な、今まで嗅いだことのねえ匂いだでは伝説の兵器はきっと明日だ。兵器の匂い、あ、まだ来たよ。待て、あ、ちょっとでかい。
え、なんか色違う？やれやれ、またイエティかいって。雪山の主のお出まし。ああ、主か。まあ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 、でも今までね倒したと変わんないでしょ。私的には時間がないもの。そんなに切羽詰まるほど。とっとと片付けて伝説の兵器を持って帰ろうぜ。よし、行きましょう。すげえ、ね、曲が総合。さあ行ってみるか、ベロビネロ。ちょっとベロリンマンじゃない、あれゼシカの初試合ベロリンマンはヤバくないか、絵面的に大丈夫かな。お、すげえ。あー、すごい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 、なんか、あー、いいね、あれみたい、鬼武者3みたい、鬼武者3のあのさ、あ、危ない危ない危ない、あのジャンレノのやつみたい、ジャックだっけ、危ない。なになになに、ベロリンマンエロいことしないでよ。うわ、怖。あ、槍飛び引きみたいな感じ、絶対法則あるでしょこれ。まああれだよな、左のやつとかそういうこと。なにそれ、ずるいよ。うん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 、どれが本物かわかんないってこと？嘘、どうしよう。はい、マヒャドー、マヒャドー打てんのすげえな。偽物が、偽物だったって。どうすればやばいんだけど。あるってある、ハッスルダンス。長いよ、死んでないわ、ゼシカ。死ななかったゼシカ、大丈夫。よし、偽物のこいつで今逃げる。ってことは攻撃して逃げればいいのか。ピチってして逃げると。あ、いや、これ、偽物だ。おい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 。で、あ、痛い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 。ピチ。あ、違う、こいつ、多分。おらおらおら。あ、消えた。え、あれは偽物なの？あ、おいおい。あの、青くなったらいいの、本物で。うってー、マジかよ。これちょっと、避けられないんだけど。巻き戻っ。あれ？洗ってる？洗ってる洗ってる。で、あとね、何があったっけな、セクシービーム。全然ダメじゃん。おい、ベロリンマン全然誘惑できてないじゃん、こんなエロのゴンキみたいなやつ。頼むよ、テンション上々。やった。あ、なに、またやんの同じこと。あ、違う、なんすか次は。あ、同じことやってる。なんだよ、ゲーの霊野郎だ。あ、そうそう、見抜けないの。ククル使ってみるか、じゃあ。頼むぜ。こいつのはイカ様っていうより間違い探しだ。なに、これ怖い怖い、なにこれ、バルログみたいな動きした。えし、あ、違うっぽい、違うっぽい。あー、ダメか、やばい、どこにいても食らっちゃうのか。じっくり見比べれば、どういうこと。何が分かんの。分からんから、うつ。あ、いた、なんだろう、なんかすげえ、すげえ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 、何もしてる、超いいじゃん、めっちゃ楽しい。あー、ぶねー、いて、これ超面白い。なんでこれ、なんで、何が違うんだろう、違いが全然分からん、俺には。何よ、え、これ超楽しい。これはダサいけど。何これ、あぶねー、あー、ありがとう、いやー、よかった、ビフォーやかった、死んでた。落ち着け落ち着け、一回逃げて、オッケー。あ、いやいや、え、これ、いちいちこれ狙わなきゃいけないの、結構めんどくさいな。どうしよう、どうすれば見破れるかな。とりあえず一発撃つ。あ、違った。うわー、ダメだ、きつい、これはきついぞ。痛い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 。あ、違う、これもや、何が違いなんだろう、マジだから。やばい、やばい、やばい、全然しか。あ、でもかっこいい、俺ちょっと。ごめんね、毎回。あー、ゼシカ遅いよ、お前もっと早く踊れ、お前マラカスのスピードもっと伸ばせ、そこをもっとさ、頑張ってくれと。なんか、威力高えな、ゼシカ、こういう曲上げてないわけよ。 OK、 テンションアップしてるやついないの、いないかまだ、全然。よし、とりあえずゼシカで、でもマヒャドしてもしょうがないだろ、多分ククールで、サミダル打ちするか、サミダル打ち。これ違いが分からんな、どうすればいいんだろう、何で分かるの。ちょっと考えてみるか。色合いはなんか丘青いとか違うな。痛い。なんだ、なんかこんな攻撃してこないんじゃないか、普通のやつは。お前かじゃん、おら。あ、じゃあロストだ。あ、攻撃がやっぱ、攻撃のパターンがこれしかないのか。おいおい、分かった、偽物は岩しか飛ばしてこないんだ。サミダル打ち、いいね、サミダル打ち。あ、かっこいい、かっこいい、すげえ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 、あれみたいになってる、ラグナロクみたいになってる。ファンネルが飛んでて、ファンネルが。あ、わかった、あ、違う、あ、わかった、はい、わかった、わかった、わかんないよ、ごめん、わかんないよ。待て待て待て、
これやってくるのが、これやってくるのが偽物。はい、本物。ほら、やった。もう分かったぜ、お前。こういうのはね、ゲームが得意だと気づいちゃうんだよね。ほらほらほら、なんかねえのかな、他に。バイキラ、バイキラと一緒だよ、バイキラと。ほら。これだけ。あー、いました、クソ。ね、ちょっと食べてバイキルドして、バイキルドして OK で、他の攻撃してくれると探す。あ、いやいやいや、あいつだ。よっしゃ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 。おるれちょ、ララ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 ラ。あ、いいね、ハッスルダンスしてるね。いるよ、ジェシカのハッスルダンスでテンション上がってるよ。おめでとう。いいてー、まずいか、くっそ。ほらー、ちょ、でバイキルトのためにどっとこう。バイキルトした方が絶対いいな。クールで撃つだろ。でバイキルトして、でゼシカに変えて、よっしゃ、ゼシカでとどめじゃい。あぶねあぶね、逃げろ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 。ゼシカでとどめじゃい。あー、とどめさせて、とどめさせて、ささして、よっしゃ、ペイン。すごい向きでムチペチンしたな。しゃあ、よかった。18禁の動画にならなくてよかった。ベロリンマンにゼシカが敗れて。ゼシカの勝利ポーズ。スタイルと魔法なら誰にも負けないわ。一応自負はしてるんだな。それちょっとやだな。自負しててほしくないな。もうちょっとなんかこう恥ずかしがってほしいな。はい。